サン・アキア・ロドニー・スターマーは、イギリスの法律家、政治家。2020年4月から第22代、イギリス労働党党首。弁護士から、イギリスの検察局長官まで上り詰めた後、政治家へ転身。2015年に、ロンドンのホルボーナセントパンクラス地区で出馬し、会議員となった。ジェレミー・コービンが組織した影の内閣に3年以上、在籍したが、後に自身は、 社会主義者であり公民の支持者ではないとしている。影の内閣では、イギリスの欧州連合離脱に関連した政策などを担当、親 EU 寄りの姿勢を示した。2019年、イギリス総選挙で労働党が大敗すると、公民が労働党党首を辞任。スターマーは公認を決める党首選挙に立候補し、1990年代以降、民営化されていた。 イギリスの鉄道やロイヤルメール、水道の再国有化や反労働組合法の撤回など、公便党首時代の主要政策を踏襲する銃の公約を掲げた。党首選挙では、公便の公認と目されていたレベッカ・ロング・ベイリー、会員議員らを大差で破り、同年4月党首に就任。同国内で新型コロナウイルスの感染が拡大する中、 保守党政権とも建設的に対策に関わると表明するとともにユダヤ人社会に対して労働党内に広がっていた反ユダヤ主義を謝罪した。ありがとうございます。